にどうぞ。お越しいただきまして誠にありがとうございます。本日は秋の創作会席ご用意させていただきました。まずこちらが6種料理でございます。左上から牡蠣とリンゴの白酢和え、真ん中に行きまして秋野菜炊き合わせ、フォアグラ味噌仕立てでございます。こちら一番右の方がアワビ柔らか蒸し肝ソース仕立てでございます。また左に戻りまして、イチジクとマスカットフライ、真ん中に行きまして貝鴨の低温調理、燻製の香りでございます。こちら最後がアケビの肉詰め、甘醤油焼きでございます。こちら黄色い器に入っておりますのが本マグロの中トロでございます。下に行きましてカンパチ、そしてスルメイカ、トビッコを添えております。こちら焼き物の甘鯛の赤鮭照り焼きでございます。こちらが汁物ですね。松茸土瓶蒸しでございます。こちら揚げ物の天ぷらでございます。小もちエビの湯葉揚げ、舞茸、銀杏かぼちゃ、ともみじのパプリカ、ししとうと、あとレモンと柚子塩を添えております。こちらが森の風名物のすっぽんフカヒレ鍋でございます。こちらですね、国産牛ローストビーフ、和風ソースがかかっております。こちらの鴨ですが、鴨の炙り焼きでブルーベリーソースがかかっております。こちら最後お食事ですね、紅鮭の炊き込みご飯でございます。